トコムスクエア TV 第4部は原油についてコモディティインテリジェンスの近藤雅代さんに解説をしていただきます、はい、よろしくお願いいたします。原油の今日のポイントはですね、はい、これまでの原油の生産効率が上昇している、ね、ということ、 はい、それから原油価格と天然ガス価格に相関性があるのか。そうなんですよ、はいはい、そして天然ガスの需給と価格というところを見ていきたいと思います。そうですね、初めて天然ガスについて、はい、需給を述べますということですね、はいはい。では早速、これ生産効率が、生産効率は引き続きバッケンオイルとかパーミアンオイルですね、はい、それからイーグルフォードとこの辺の右上の上に上がってますよね、はい。前2015年16年に価格が下落した時には、うん、生産がものすごく起こったんですけれども、うん、それから急激に生産効率が上がったために、生産量がアメリカでは増えてますと、うん、いうことでございまして、いろんなフラックスとかですね、中に入れる、まあ、はい、水だけじゃなくて水になんか入れるんですよね、はい、それがいろんなものを入れてみて、中からこの原因をかき出すのがうまくいってるとかですね、そういった水圧をどういうふうに調整したらいいかとか、そういうようなことがいろいろ開発されましたということですね。先週、はい、近藤さん、パーミアン油田の生産量がだんだん減っていくということは言いました、はい、これからということ、じゃあ今のところは増えていると、今まで増えてます、はい、はい、いつから減るかっていうのはなかなか外にいる人は分かんないんです、我々も、はい、からちょっと州政府のテキサス州政府の、見てるんですけどね、まだ見つからないんで、いつからっていうのは多分誰も分かんないんじゃないかなと思います。これから減ってくるだろうと言われてるんじゃないかと思うんですね、はい、まだ減る兆候はございませんってことですね、はい、さあ平均原油生産量です。そうですね、はい、まあ、ここ2年バッケンとか左下のパーミアンっていうのは、はい、まあ、増えてますよということですね、はい、ということでございまして、からこれがリグ数は減ってるんで、はい、全然増えてないんで、まあ、パーミアンは増えて減ってますけど、まあ、減ってるところでパーミアン油田からの原油の増産がありますから、はい、生産効率上がってますからね、そういうことですね、だから、はい、リグ数は減ってて、全然それだから生産が落ちたってことは何、ないってことですね、ということがこのグラフで見えますと、はい、それから次、あ、これだけがあれですね、はい。さあ続きまして天然ガスの方ですけれども、はい、その生産が原油価格に与える影響を今日は触れて、はい、そうですね、取り上げて見ていきたいんですが、実はこのレポート、はい、とっても難しいのは、うん、私のレポートに先週書いたんですけども、うん、書いてながら全然分かんなくてですね、はいはい、ガスオイル燃焼っていうのが GOR というんですけども、はい、これを出す、なんて方程式みたいなんですけど、それもなかなか、ちょっと一言では解説できないんで、いや、ちょっと私ここには書いてないんですよ。とにかくそれが2よりも低いと、油田では関連ガスは、少ないと。だから5はほとんど、この下の左のグラフの縦棒のオレンジ色のところは5なんですよね、うん、5以上のところはほとんど天然ガスしか出ないと。だから天然ガスだけの油田と、それから天然ガスと原油が両方一緒に出る油田がありますよと。その GOR が、はい、まあ、その数値が高いほど天然ガスが多い、うん、でこの5以下のところを右側のグラフでございまして、はい、0から1とか1から2、はい、2から3というところです、まあ、3、4になりますともう天然ガスも少なくなって、まあ、実際は天然ガスばっかりだと思うんですけども、はい、いわゆる石油原油とそれから天然ガスの比率はこういう形で、まあ、3ぐらいになると天然ガス、付随ガスですね、うん、天然ガス関連ガスが出てくるということでございます。要するに世界に天然ガス田と原油田がありますけれども、はい、原油田は天然ガスを含むものが多くて、うん、まあ、天然ガス専門の油田はありまして、そこから原油は出ることはないんですね、はい、ですから、まあ、2種類ありますよと。大半が原油の油田で付随の天然ガスが出ますよというのは現状事実でございますということですね、はい、その天然ガスが、ね、その原油価格に与える影響って何なんでしょうか。そうですね、まあ、関連してますので、はい、後で言いますけれども、要するに、はい、ここにはどういう生成してきたかということが書いてありまして、はい、まあ、ここにはなんていうか有機材料、つまり、はい、化石燃料だと書いてあるんですけどね、うんうん、私は
化石燃料じゃない無機質だと思ってますので、このところはちょっと違うんですけども、いずれにしても、まあ、IAEA さんがおっしゃることですから、はいはい、ということで、まあ、両方とも一緒に出てくるよってことがここに書いてありまして、から次にこれは価格ですね、はい、天然ガス価格がビヤッと下がってるわけですね。右肩下がりで下がってまして、これは2019年の去年から、去年の1月から今年の初めまで天然ガス価格が下がりっぱなし。これなぜかっていうと、まあ後で申し上げますが、需要と供給の関係でやっぱり供給が多いってことですね、うん、天然ガスの方が、うん、で原油価格はご承知のように波打ってまして、まあ、はい、現在は下がってますけれども、うん、高くなったり安くなったりしてますよと、うん、それからこれは原油価格と天然ガス価格の、はい、原油価格が左側に上がった時、下がった時というのがありまして、まあその時は原油価格がありますと原油の生産が増えますと関連ガスが出てきちゃうんですね、一緒になって、うん、そうしますと、天然ガスがたくさん出てきちゃうんで天然ガス価格が下がっちゃうという形で、原油が増産すると天然ガス価格が下がると、はい、から原油価格が下落しますと生産が減りますから天然ガスも減っちゃうんで、天然ガスの価格はまあ若干ですけど上がってくるということに、まあ、言われる。これは原油価格がどうなったかの場合ですね、はい、もちろん純粋な天然ガスしか出ないところでは、はい、原油価格がどうなるのかあまり関係ないということですね、まあ、なるほど、このような関連性があるわけですね。そうですね、今度天然ガスが上がった場合は、はい、関連ガスを作るために今度は原油の生産を増やそうということになって、今度は原油の価格が下がっちゃうと。なるほど、はい、今度は天然ガスの価格今みたいに下がってますと、はい、天然ガスの生産は減りますので、うん、関連ガスの生産は減りますので、はい、原油の生産も、まあ、うん、そんなに増やさなくてもいいよということで、はい、たくさん作って天然ガスが出てくると安い天然ガスを売るのは面白くないってことなんで、うん、そんなにたくさん作らないよってことで、まあ原油価格ですね、原油価格は、うん、まあ、上がるかどうかちょっと分かんないので、あんまり関係ないですね。要するに原油と天然ガスは混在していることが多いので、はい、関連ガスの価格の変動に関連ガスを多く作るか少なく作るかによって原油の生産量が変わることがあるという程度の、原油の都合じゃなくて天然ガスの都合で増産されることもあるということですね。関連ガスの都合ですね、はいはい、天然ガスそのものだけを生産しているところは関係ないんですけども、はい、うん、原油と一緒に出てくる天然ガスがある場合は、それは特に多いところでは、はい、副産物の価格がの影響が若干ありますよということですね、はい、まあ、基本的にはあまり影響ないねというのが結論でございますね。あ、そうですか。はい、はい、そして天然ガスの需給です。はい、需給です、はい、これは需要の方が書いてありまして、はい、波打ってまして、冬場はたくさん需要が出て、夏場になると減っちゃうということがあります。なぜかっていうと電力が多いんですね。一番多いのは電力とか暖房とかですね、そういったところが多いんで、結局冬場の、うん、需要金になるわけですね、うん、ですから冬場に、需要が増えて夏場は減るというのは天然ガスの需要が波打ってることでございます。右の方に、うん、電力用が多いところですね、工業が緑、はい、その上が、まあ、住宅用とか商業用、うん、一番上がその他でございまして、まあ、はい、消費先ですね。そうですね、はい、これ伸び率でございますから、18年はたくさん伸びた、あんまり伸びて、うん、だんだん伸びが小さくなって来年は減るよという話になってます、うん、なんでこんなに減るんですか。うん、よいしょ、どっかになかったかな。要するに、ここに書いてある、はい、再生燃料、つまり、風力とか、うん、なんだ、太陽熱とか、そういったものが増えてきてまして、うん、から石炭も安くなってますんで、まあ、うん、公害のあまり出ない石炭っていうのが、はい、競合してまして、うん、まあ、天然ガスで、これまでは石油で、電力を発電してたのが天然ガスに変わったんですけれども、今度は天然ガスが再生燃料とか石炭に変わりつつあるということが一つ、うん、から暖冬予想がここ20年も21年も冬場はあまり寒くならないという、うん、はい、ヒーティングオイル、ヒーティングなんとかでですね、はい、暖房用のどれだけ日数があるかっていうのが、そうですね、天候から来て暖冬になってますということがありますね、はい、なるほど。
ということで、はい、まあ、時々この天然ガスの火力発電所が稼働したり、これは19年ですけれども、うん、新しいメタノールプラントが出たりすると若干増えますよと、はい、時はあります、はい、これは消費量ですね、はい、まあ、そして生産量が生産量横ばいになってまして、ほとんど横ばいですね、うん、20年から21年の生産量はもうほぼ増えないよという話になってまして、はい、年変化、前年比が28年はものすごく増えた、うん、18年は19年も991億立方、フィートでございますから、すごく増えたんですけど、20年、今年と来年は、まあ、増えませんという話ですね、この増えた原因はパイプラインで出てきたんで、あるいは輸出が、増えて、LNG というやつが海外向け、うん、からメキシコ向けにはパイプラインができましたんで、パイプラインでどんどん送っちゃうと、パーミアンあたりからで送っちゃうんですけれども、そういった輸出が増えたことによって、まあ、増えるけれども今価格が安いんでですね、あんまり生産意欲がないわけですね、というところが今年も来年も生産が増えないという状況ですね。天然ガス輸出が増えているんですね。輸出はこれで、下のグラフが、はい、下向きのグラフが青いところが輸出でして、はい、パイプラインの輸出と、それから、青い濃い方がパイプラインの輸出で、青い薄い方が LNG 船ですね。3つの島がありまして、3つの島から、LNG 基地ができまして、 LNG を積むことができるようになったんで、液化天然ガスですね、液化天然ガスを日本とか、まあ、韓国とかですね、あと、まあ、中国とかに輸出が始まってまして、それが増えてますと。からメキシコ向けが増えてますということで、輸入だったんですけど、うん、カナダから輸入してたんですけども、はい、それよりも輸出の方が2010と19年に、輸出の方が多くなったということですね。でございます。で、在庫量なんですが、在庫はこれやっぱり同じように、夏場に増えて冬場に減るというギザギザになってますが、同じレンジの中で動いてますね。そうですね、それでもちょっとレベルが少し多くなって、フォーキャストのところではこれから少し余分にあるよと、在庫は少し多めにありますよと、過去5年平均の 5% 高になると予測しているということで、はい、まあ、在庫も十分あって、需要もそんなに伸びなくて、まあ、再生燃料とか暖冬で伸びなくて、価格は安いんで、天然ガスはそれほど伸びないねという話ですね。まあ、シェール革命の時はすごいやつが出てきたよと、エタンなんかの生産でポリエチレンとかそういった化学製品を作るのに天然ガスから作った方が原油をナフサにして作るよりも簡単だってことがあって、一時一世を風靡したんですけども、ちょっとなんつか慣れちゃってるんですね、ってことが現状でございます。はい、そして天然ガスの価格は、まあ、横ばいに近いですね。青い線ですと横ばい、上のグラフ、上の下は 95% 確率でここまで行く可能性はあるよということですが、予測としてはだいたい今年も来年も横ばいですねというのは天然ガス価格でございます。はい、まあ競合、まああまりしてませんけども、原油との競合品も、うん、横ばいですから、はい、原油をサポートする内容にはならないねということですね。あまり変わらないよっていう、そう今日は残念ながら、ね、天然ガスを調べたけれども、はい、あんまり原因の価格には影響しないねというのが今回の結論でございます。はい、はい、ということで、ちょっとね、珍しく天然ガスについて、そうですね、初めてでございます、取り上げてみました、はい、第3部、第4部、ごめんなさい、はい、原油についてお送りしてまいりました。今日はね、1部から4部まで、はい、いつもよりもちょっとお時間取りまして、はい、すいません、お届けしておりますけれども、はい、どうぞ全部ご覧いただけたらと思います、はい、そしてぜひトコムスクエア TV チャンネル登録をよろしくお願いいたします、はい、いいなと思ったらいいねを押してください、はい、ください、よろしくお願いいたします。さあ、それではまた来週元気にお会いいたしましょう。来週も私でございます、はい、はい、それではさようなら、失礼します。